こんにちは、柴戸です。今日はですね、杉蔵さんがマザーやラブレスで使っている不思議な音をですね GT1 で作ってみたいと思います。アンプマイクロキューブです。設定はこんな感じ。ではではですね、ざっくりちょっと作ってあるので一回鳴らしてみますね。というような感じの音になります。ふわーんふわーんみたいな感じですよね。これがマザーやラブレス、めっちゃかっこいいですよね。すんごい存在感です。で、早速中身見ていきましょうか。今回ですね、肝になっているのは FX2 に入っているスローギアですね。これがワンっていう感じを出してます。これですね、このライズタイムっていうのが立ち上がりですね。立ち上がり方が変わります。一旦ちょっと10ぐらいにしますか。早いんですよ。立ち上がりがポンって出るんですけれども、これをですね90ぐらいに、95ぐらいにしておきましょうかね。するとというふうな感じになりますね。もうちょっと90ぐらいにしておきましょう。みたいな感じになります。で、まあ、もちろんこれだけではですね、なかなかこの雰囲気は出せないんで、重要なのがまたディレイですね。これも非常に重要になってきます。まあ、このフィードバックはですね、まあ、45ぐらいがまあいいんじゃないかなっていう感覚値なんですけれどもね。杉蔵さんは非常に精密な計算をした上でフィードバックであったりタイムとかを決めているようです。まあ、今回ちょっとざっくりな感じになってしまっておりますが、残響が残っててもいいかなっていう感じですね。で、あとリバーブはちょっと強めなホールにしております。で、ここで FX1 は何使ってるかっていうと、コンプですね。コンプにしてあります。いろんなタイプがあるんですけども、まあベタなやつにしておりまして、で、この雰囲気、実はですね、ここオーバードライブ何使ってるかと言いますとですね、なんとなんとファズでございます。驚く人は驚いて、驚かない人は驚かないかもしれないですけれども、結構あの杉戸さんのボードの中にはファズ組まれてますよね。で、ファズのモコッとした感じがですね、非常にこの音とマッチするかなっていうところで、ドライブは低めにしております。これを上げすぎるとビジビジ感というかファズ感がですね、もろに出ちゃうんですよね。あ、これはこれでかっこいいですけどね。杉戸さんはあの上品なのでビジーっていう感じではないですね。上品な感じのかかり方です。弾くときはちょっとビブラートをかましながらやるとより雰囲気が出てくるかと思います。
というふうな感じです。まあ、ぜひぜひですね、皆さんやってみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。